武田総務大臣。日本放送協会の令和3年度の収支予算、事業計画および資金計画につきまして、その提案理由および内容の概要をご説明申し上げます。この収支予算、事業計画および資金計画は、放送法第70条第2項の規定に基づき、総務大臣の意見を付すとと,ともに、中期経営計画を添えて国会に提出するものであります。 まず収支予算についてその概要をご説明申し上げます。一般勘定事業収支につきましては、事業収入が6900億円、事業支出が7130億円となっており、事業収支における不足230億円につきましては、財政安定のための繰り越し金の一部を持って充てることとしております。一般勘定資本収支につきましては、資本収入が1118億円、 資本支出が億円となっております次に事業傾向につきましては、東京オリンピック・パラリンピック競技大会に関する放送・サービスの実施、訪問によらない効率的な営業活動の推進、グループ全体での業務の見直し、および組織の効率化等に取り組むこととなっております。総務大臣といたしましては、この収支予算等につきまして、引き続き経営のスリム化に徹底的に取り組むとと,ともに、 受信料の適正かつ公平な負担の徹底に向けた取り組みを進めることにより、収支均衡を早期に確保することを求めております。また、日本放送協会の次期中期経営計画で示された事業規模の1割に当たる700億円程度を還元の原資として、衛生波の削減を行う2023年度に受信料の引き下げを行う方針については、衛生負荷受信料を含め、 受信料引き下げの内容を早期に具体化することが望まれる旨の意見を付しております何卒ご審議の上速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます次に日本放送協会から説明を聴取いたします前田